料も揃ったし、早速調合してみましょうか。ああ、まずは試しに作ってみよう。役人になってからお仕事で調合するなんて初めてですけど、やってみます。どれを調合しよう。材料何にしよう。これでいいかな。よし、始めよう。これでどうかな。これもいけるかな。うーん、それじゃあ仕上げに入るよ。やったー、できたー。レベルアップ。本当にこんなものまで窯でできるんだ、すごいな。いろいろ教えてくれてありがとうございます。あの、私こんなに順調に新しいことができたのって初めてで。そうか、役に立てて嬉しいよ。こうやって練習すればそのうちもっといろいろと作れるようになるはずさ。はい、もっともっといろんなものが作れるように頑張ります。しかし俺も何もできないままじゃダメだな。本格的に対策を考えないと。でもロジーさんがこうやってサポートしてくれれば調合もうまくいきますし、このままでもなんとかなりますよ。そう言ってもらえると気が楽だけど、俺の立つ瀬がないんだよな。調合以外で何か役に立てたらいいんだけど。とまずは完成したパーツをリンゴ園に持っていくか。わかりました、早速。うまくできてよかった。クローネも私が作ったって言ったらびっくりするだろうな。酒場ってこうなってるのか、初めて来たよ。デュークさんのお店は安くて量も多いから支部で働いてる人たちに大人気なんですよ。おう、いらっしゃい。ゆっくりしていきな。デュークさん、こんにちは。今日も忙しそうですね。おうよ、つってもいつもの連中ばっかりだけどな。もっと新しい客層も増やしていきたいんだが、まだまだ苦戦中だぜ。おやっさん、飯まだすか。俺、おやっさんの作る飯ならどんなに時間がかかっても待ちますんで。おう、もうちょっと待っとけよな。ったく、悪いな、慌ただしくてよ。すごい接客ですね。お客さんもよく怒らないな。まあ、これも客との信頼関係あってこそよ。ここの常連さん、相変わらずずっとデュークさんのお店にいますね。支部にいた頃から世話してやったやつばっかりだからな。今でも俺を慕って飯を食いに来てくれるわけだ。え、それってもしかして。俺も昔は支部にいたんだ。今はこの通り引退して酒場なんてやってるけどな。最近じゃやらなくなっちまったが、若いのが支部に入るとここで歓迎の飲み会を盛大にやったもんだ。あいつらはな、そのままずーっとここで飯を食い続けてるんだよ。なるほど、そういうことだったんですか。なんだか気兼ねない感じで、こういうお店も気持ちがいいですね。それにここだったらいつでも美味しいものがたくさん食べられますよ。腹が減ったらいつでも寄ってってくれよ。うまい飯をご馳走してやるからな。あと
うちは食材も多めに仕入れてるから、欲しいものがあったら売ってやるぜ。あ、それは助かります。必要そうだったら買わせてもらいますね。なあ、素材で足りてないものはあるか？街中で売ってたらいくつか買っておこうと思うけど。そうですね、欲しいものは少しありますけど、普通のお店に置いてあるかな。確かにあんまり変わったものは見つからないよな。中央には専門店もあったんだけど。おっとっと、そこのお兄さん、お姉さん、ちょっと覗いていきませんか？このカトラさんのお店は名品珍品何でも取り揃えていますよ。見てってくださいな。あれ、こんなところにお店なんてあったっけ？前にいたところは誰も通らないから、今日からこっちに店を移したんですよ。さあさ、ここで出会ったのも何かのご縁。あー、悪い、間に合ってるからまた今度に。ちょ、待った待った、そのあたりをのんびり歩いてた人がいることですか？でもわかりますよ、彼女さんと二人っきりのお時間を邪魔されるのは嫌ですよね。いや、エスカはただの仕事仲間だし、今も仕事中だよ。それは失礼しました。とはいえ、お仕事には息抜きも大切だと思いませんか？ちょっと見ていきましょうよ、面白そうじゃないですか。まあいいけどさ。さあさ、どうぞどうぞ、商品はこちらです。ゆっくり見ていってくださいね。へえ、変わった品揃いだな。よく見ると思ったより充実してるし。いろいろありますね。これとか使えそうかも。こんなものもあるんだ。へえ。おっと、それはお目が高いですね。で、こんなの何に使うんですか？こんなのって、あのさ、自分の店の商品なんじゃないのか？やだな、ちょっとした言い間違いですよ。ただ珍しいものを見てるなと。私たちそこの支部で働くことになった錬金術師なの。へえ、錬金術師さんなんですか？いやいや、道理で美男美女のお二人だと思いました。はぁ、あ、錬金術師が何なのか。まあまあ、それについては今後のお付き合いでゆっくり教わるとして、この私、カトラのお店を今後もぜひご贔屓いただければと思います。どんどんいろんな商品を追加していくので、何かのついででもいいですから、ちょくちょく見に来てくださいね。あはは、変わった子だな。でも面白そうだし、仲良くなれるといいな。さてと、クローネさんはどこにいるかな。この辺りにいると思うんですけど。あれ、エスカちゃん、どうかしたの？あ、ニオさん、クローネってどこに行ったか知ってる？向こうに行っただけだから、そろそろ戻ってくるんじゃないかな。そっか、ありがとう。
じゃあちょっと待ってようかな。またエスカの知り合いか。はじめまして、ニオアルトゥールです。エスカちゃんのお家でお世話になってます。ロジーだ。開発班でエスカと一緒に働いてる錬金術師だよ。へえ、そうなんですか。この町の錬金術師さんってエスカちゃんだけだと思ってました。最近中央から来たばかりなんだ。そういえばエスカの家にいるってどういうことだ。ニオさんは遠いところから旅をしてる薬師さんで、最近こっちに来たんですよ。ちょっと事情があって今はコルセイトに滞在してるんです。そしたらエスカちゃんが止めてくれるって言ってくれて。女の子の一人旅か。危なくないのか。ウィルベルさんと一緒だから大丈夫です。それでもちょっとの間旅はお休みですけど。そうか、見た感じエスカと年も大差ないのに大したもんだな。そうですよね。ニオさんって難しいお薬の作り方とか私の知らないこともたくさん知ってるんですよ。そんなことないよ。私の周りに物知りな人がいっぱいいたからちょっと聞いただけだって。それとエスカちゃん、そろそろニオさんって呼び方は直してほしいな。なんだか恥ずかしいし。うん、やっと普通に話せるようになったけど、やっぱり私より大人っぽくって。ああ、そういうことか。なんか話し方がおかしいとは思ったよ。できれば早く慣れてほしいな。あ、そうだ、私お薬の材料とかを集めて売ってるんです。お仕事で必要そうなものがあったら言ってくださいね。へえ、それは助かるな。わかった、ぜひ利用させてもらうよ。普通に呼んでいいはずなのに、なぜかニオさんには頭が上がらないんだよね。はい。よいしょ、なんだかいいもの見つけたかも。これで全部ですね。確かに受け取りました。あとは整備班に任せましょう。了解です。あとはお願いします。それにしてもエスカがここまでのものを自分で作れるようになったのですね。すごいでしょ。はい、長年補修続きだった風車の問題もようやく抜本的に解決することができます。二人のおかげです。本当にありがとうございました。そんなに感謝されるほどのことは。謙遜しないで結構ですよ。二人は間違いなく町に貢献しています。うん、ありがとうクローネ。私やっぱり役人のお仕事って大好き。こんな風に俺たちの仕事で喜んでくれることもあるんですね。あらあら、まだお仕事は始まったばかりですよ。よーし、それじゃあお仕事も無事に完了ですね。いや、班長も言ってただろう、終わったら報告しろって。そうですね、報告までがお仕事ですよね。分かってます。あらあら、本当に大丈夫でしょうか。お仕事はしっかり覚えないとダメですよ。もう大丈夫だよ。まだ報告のやり方は教わってないな。班長のところへ行って。手持ちの素材を分けてくれるって言ってたよね。いらっしゃい、エス
スカちゃん、何か必要なものはあるかな？どれが欲しいの？二人ともよくやったわね。それじゃあ二人にはちゃんと報告書を書いてもらおうかしら。わかりました。どういう体裁で書いたらいいですか？これから簡単に教えるけど、私に伝わる内容だったら別にどういう形でも大丈夫よ。じゃあ形式的におさらいしましょうか。まず帰ってきて現状や進捗を私に報告するところからちゃんとやり直しましょう。マリオンさんに話しかけるところからですね。わかりました。本当に仕事を始めた頃を思い出すな。あら、エスカちゃん、何か用？仕事の報告ね。それじゃあ確認するわよ。よし、今期の課題は達成したみたいね。他に何かある？何かあったらいつでも言ってね。はい、ご苦労様。ちゃんと課題は達成したみたいね。えらいえらい。これで今期の班の目標は達成できたことになるんですよね？そうよ。まずはこうやって大きな課題を達成することを最優先に頑張ってね。小さな課題が達成できたら、それも報告してくれれば、私が開発班のやった仕事として反映しておくわ。そうすれば、開発班の評価もだんだん上がっていくはずよ。じゃあ、課題が達成できたら、こまめに報告しに行った方がいいんですね。そうね。そうしてくれた方が助かるわ。きっと支給される活動費も増えていくだろうし。一つ注意してほしいのは、期末の報告ね。これをやるとその期間の成果をその時点で決定することになるの。課題が残っていたりしても期末の報告をしてしまった時点でその課題は未達成として処理されるわ。じゃあ期末の報告は課題が全部終わってからやったらいいんですね。それが難しいところでね。期末の報告はその期間の終わりの報告期に必ずやらないといけないの。むしろ期末の報告が遅れたら開発班の評価が下がっちゃうわ。だからそのあたりはあなたたちがきちんと管理してちょうだい。なるほど。ギリギリまで課題をやるか、早めに期末の報告をするか、どちらにせよ報告期には町に戻らないといけないのか。期末の報告が終わったら課題を新しくするわ。次の大きな課題も発表するわよ。どんどん課題を達成して終わったらこまめに報告するように。わかった？わかりました。じゃあこの後はどうすればいいですか？期末の報告をするまでは自由にしていいわよ。調査に出かけるもよし、調合の腕を上げるもよし。それなんですけど、やっぱり錬金釜での調合は俺には難しそうなんです。どうにかして中央の機材を仕入れることってできないですか？このままエスカに頼りきりってわけにもいきませんし。やっぱりそっか。わかったわ。必要なものをまとめておいてちょうだい。要望通りに機材が来るかわからないけど、私からいろんなところに掛け合ってみるわ。すみません。よろしくお願いします。さてと、何はともあれ、適正試験は合格よ。二人ともおめでとう。本当ですか？やったー！ま、さすがにこれぐらいはできないとな。今期の仕事の総評については期末の報告の時にまとめてやるわ。はあ、疲れた。初めてだったし、ちょっと張り切りすぎちゃいました。俺もなんだか気疲れしたな。やっと一仕事終わったか。やっぱり私
ことしちゃってましたか？いや、そんなことないよ。エスカはよくやってくれたし。なんて言うかな、不安ですか？ロジーさんでも？最初はなんとかなるだろうと思っていたけど、いざとなるとさ、人間関係とか前にもあんまりうまくいかなくて。でもいろんな人が温かく迎えてくれて、仕事もこうして達成できて、うん、なんだかうまくやっていける気がしたんだ。だからちょっと安心してさ。私もそうです。みんなのために働きたいと思ってましたけど、本当にできるかは分からなくてちょっと不安でした。でもロジーさんも兄ちゃんもみんなが協力してくれて、こうして達成できてすごく安心しました。二人して同じように悩んでいたんだな。そうですね。これからは何かあったら遠慮なく相談してください。お力になれるように頑張ります。俺の方こそ遠慮なく頼ってくれよ。長い付き合いになるだろうからな。と、まだまだ仕事はこれからか。はい、どんどんお仕事を頑張ってみんなの役に立てるように頑張りましょう。